ヤヒ族の居住地域、医師、ヤヒ族の最後の男性。ヤヒ族は、アメリカのカリフォルニア州に、かつて定住していたインディアン部族である。ヤヒは、彼らの言葉で、人々のい、ヤナ族の氏族にあたり、山間部をり場とした移動型狩猟採集民だった。19世紀後半に、白人入植者の大量殺戮によって壊滅させられ、1916年に、 最後の一人が死んで滅亡してしまった。1849年頃カリフォルニアの鉱山地区はゴールドラッシュの最中にあり、インディアンの土地が白人たちによって強奪されていった。1860年、これに起こったヤヒ族を、はじめ数多くの部族が鉱山区域近くで部族の土地を荒らす白人入植者を攻撃し、地で血を洗う構想となった。白人は復讐として、 インディアン部族の村々を襲い、虐殺を繰り返した。こうして400人ほどいた、ヤヒ族は、ヤヒ族を憎む白人入植者が組織した紙兵や、賞金目当ての白人ハンターの攻撃で、虐殺されていき、生き残ったわずかのヤヒ族部族民は山中に逃げ隠れ、ヤヒ族は絶滅したと思われていた。その後、1911年11月に痩せ細った一人の、 ヤヒ族の男性がカリフォルニア州北部の町オロビルの屠殺場に現れた。彼は1870年に自分と家族5人と生き残りの部族員20人と共に森林地帯に隠れ住んでいたが家族を始めたの部族の者は死に自分だけが生き残ったと語った。オロビルの保安官は1911年9月4日彼を引き取りたいとするサンフランシスコの カリフォルニア人類学博物館大学の人類学者、トマスティ・ウォーターマンに引き渡し、彼は保護されながら、そこで暮らすことになった。彼は、本当の名を教えず、ヤヒ語で人間を意味する医師と名乗った。医師は、ヤヒ族の文化や言語などの記録に協力したが、1916年に、結核で亡くなり、ヤヒ族は事実上滅亡した。ありがとうございます。